はい、北海サードです。5.6 ですね。いつも通り適当に紹介していきます。今回のバージョンの新キャラフェリスで共数季節ですかね。氷となっております。まあ、よくできてますね。欲しい石でも交換できますし、毎週30、こちらは毎週10枚ですね。あとガチャも来てますし、冒険委託ですね。こちらでも、かけらが取れます。今ガチャ来てるのはご覧のようなものになっております。本補給が新キャラが雷と月食、雲木もそうなんですかね、ちょっと覚えてませんが、雲木はまあ必須と言っていいキャラですので、嬉しいですね。あとは新しく作れるようになったのは要塞賞の成功ですね。こちらもまあ必須と言っていい成功ですので、持ってない人は、作ってみてください。工房 BP の工房はこんな感じですね。コンバージョンで力入れてるのはオセラクドなんですが、焦点か、あとは何かな、イベントですよね。こちらオセラクドのイベントですから、新章が手に入ります。まあ、あとは水晶とかですかね。オセラクドですよね。少しテコ入れというか変わったんですが、まあ、よく分かってないでやっています。左から試練か、これ浅い階層ですよね。こちら深い階層でもらえるものが違うと。深い方で自分でまあ敵の強さとかを調整する感じですかね。1倍、1.5 倍、1.75、2倍となって、それに応じて、この下ですよね、これ毎週だと思いますね。最高の点数ですよね。今までとかないのかな、ちょっと分かりませんが、フェリスやってきますかね。
氷元素と、あとはチームメイトの凍結したものに対しての氷元素アップですかね。あとは、あと全元素と、あと凍結と、これはチャージ攻撃かな。全ダメージ、あとは凍結ですよね。凍結か。凍結できる敵に対しては強いかと思います。全ダメージ系ですね。任我带队，你认真吗？要出发了，罐头。罐头准备好了吗？要出发了，罐头，罐头。你认真的？哎呦，好险好险！要出发了，罐头。我带队，你认真的？逃跑可是咱最擅长的武器之一啊！リーダースキルは、EP 回復が 25% アップと、凍結状態の敵に対して全ダメージ 35% アップですかね。抵达战场，发现敌方单位。收场了。
都这么晚了，还一点都不困。嗯，是白天睡太多了吗？哎呀，别在那逗猫棒来逗咱了，我真不喜欢这玩意儿。嗯，啊，最后再警告你一次啊，不要再拿逗猫棒来逗我了。音节里我最害怕的人。以上、はい、北海道最新情報でした。